ゴールデンウィークの国内線の便数が大幅に回復します全日空は4月29日から5月5日までのゴールデンウィーク期間中羽田発着の路線を中心に運行本数を増やします羽田伊丹を結ぶ路線は1日15往復に羽田沖縄は13往復にするなど主力の国内線を計画のほぼ100%に戻します 一方、日本航空でも羽田発着の路線を中心に便を増やし計画の78%まで戻す予定です。両社は緊急事態宣言の解除後予約数が増えてきているとしています。